だから思考の、まあ、いろんなこと研究してるのは、その解剖とかね、やったやつとかもいろいろあるんだけれども、多くはこういうなんか兵器とか機械の設計が書かれてるんだよね。で、それをもっていろいろ発明したということになってるわけですよ。じゃあここで言ったものってどんなものがあるのかなっていうと、例えば透析機はこういうことなんだよね。これアトランティコ諸行っていうやつに載ってるんだけど、これ分かる？どう？ここに石乗せるわけさ。バッティングセンターのピッチングマシンみたいにブーンってなって石を投げるんだけど、こんなものは大昔からあるわけですよ。そうですで、ね。どこが新しいんだと思う？左にハンドルがありますよね。なんか一枚。おお、いいところに気がついたね。回すハンドそう、ルクなラのンか。ク、クランク。クランク、これあるよね。そうそうそ回して、う。こう力を貯めてそう。弾けるみたいそうなな。の。力どこかで、これ。この両方の角みたいに出てるのが、これがでっかい板バネなんだよ。で、これクランク巻いていくと、これそれぞれ逆方向に紐が巻いてあって、キリ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 、こいつをこうしならせて 弓みたいになっていくわけさ。それでカチャってそれ離すと、こいつがだからこういうふうにしまっていってるわけだよね。それがパーンってなると、こいつがブルーンってなって飛びますよっていう、そういう仕組みなんだよ。で、これをやるためには、このクランクでゼンマイ巻く時みたいにカチ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 って出て止まりながらこう巻いていくことと、それの一発解除ができないとできないんだけれども、これは作ろうと思えば作れなくはないですよね。だけども危ない。もしここ切れた時に大惨事が。それだけ強い板バネだと、もしこれがどっちか片っぽでも切れた時に大惨事が起きるっていうのはあるけどね。まあこういうふうに作ろうと思えば作れるものっていうのもいろいろあるわけですよ。で、いろんなこと考えてるんですよ。これ何してる？人が人が何かしてるよね。塀の向こうに渡る？惜しいね。ここへはしごがあるよね。はしごを登ってきた人を落とす。近い あ、近近い近い。い。これ当時はほら、どの町も城壁で覆われてるわけだよ、こういう壁でね。で、そこを攻めてくる時に敵さんははしごかけてわーって登ってきて、で、何人かが中に入って、中から門を開けてダダダダって入るわけだよ。で、このはしごを登ってくるやつらを落とすと。で、どうやって落とすかっていうとだね、この塀のところにでね、横棒があるわけですよ。で、その横棒はこういう熊手みたいなやつでこうつながってるわけですよ。で、ここを支点にして、テコみたいになってて、こいつをこっちに引っ張ると、こいつがニューッと。スライドすそるっうてそうことですそうそう、そういう防御壁。かなり原始的な防御壁で、普段はこうなってるから、こう横棒があるようにしか見えないんだよ。で、敵が安心してはしごをかけてわーって登ってきたところで、せーのってグーってやるとはしごが倒れますよ。これもまあ効果のほどはわからないけど、実現はできるよね、これもね。なんだけど、やっぱり怪しいものも多いわけですよ。で、さっきの実践上に書いてあった、運びやすくて雨あられと弾を増やす大砲、これどういうことかっていうと、こういうことらしいんだよ。だから、このでっかい大砲でボーってやると、途中でこう分かれて、さらにこう敵陣でまたパーンと弾ぜて、まあ、散弾だね、まあ、クラスター砲弾みたいなやつなんですよ。まあ、ここからこうでっかいやつを出すのはいいんだけど、どうやって途中でこれ弾ぜてんのってのが分からん。で、どうも単にこれバスケットボールみたいなやつのゆるゆるのやつに包んでて、その打ったショックでそれがほどけて、途中でバラバラになって、2番目にちっちゃいやつが出てきて、そいつが今度落ちたショックで
バーンと出てくるということを期待してるらしいんだけど、そうはうまくいかんやろっていうでこれもよく出てくるやつなんだけども、ヨナルドがマシンガンを発明したって言われてて、多重心砲っていうのかな、これわかるよね、火縄銃がいっぱいここについてんだよ。これもまあ似たようなもんなんだよ。まあこれ運びやすい、まあ、これのさポイントはこれですね。これは何のためのもんかは分かりますか。同時に火をつける役目ってことですか。ちゃうねん、これはだからこっちを押すとこっち下がるじゃん、うん、はい、ここへこめると上がるじゃん、うんうん、角度調節なんだよ。あ、このウォームギアってやつで角度調節するっていうのは、うん、まあ、なかなかのアイデアなんだけど、致命的な欠陥は狙いが雑になる。狙いが雑になるね。それ以上に火縄銃なんですよ、一回一回弾込めるんですよ。うーん、これパパパパパパンって撃ったはいいけどさ、そしたらここパッコン開けてさ、またさ一個一個全部詰めていかなきゃいけないんだよものすごい時間かかるんだよこれ。そいだったら織田信長のあれじゃないけどさ、3列になってさ交代でやっていく方が良くないですかっていう。確かに。これが特徴なんだよ、レオナルドの。一見すごそうなんだよ、うん、一見すごそうなんだけど、よく考えるといや言うほどこれ便利じゃねえなみたいなやつが多いんですよ、うん、でね、極めつきはあの実戦上の6に書いてあった、安全で敵を壊滅する有害蓋付き戦車って書いてあるんだよ。これなんだよね。これも若本がプラモを作ってきてくれたの。これね、このプラモ俺も昔作ったことあるんだけどね、もうすぐぶっ壊れんで、もうゆるゆるなんだよこれここに全部大砲がついてて、四方八方に撃てる。すごい。で敵の弾は全部この角度がついてますから、こういうふうに当たらんと。だからこいつがね、敵陣にガーッ突っ込んでって、でバー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 って撃てばね、敵全滅やないですかっていう。すごそう。すごそうでしょ。だけど中を見てほしいんですよ。ここの部分なんですけどね、これ蓋を取った状態ですね、はい、走り方がこのクランクを人が回せって言うんですよ。へ、ね、こういうふうにこういうふうに回すのそうするとこういう歯車が、ま、回るんですよ、うん、歯車に対して車輪を直行してる、こういうことですね、はい、それで走るって言うんだけど、このギアが両方とも内側についてんだよ、うんうんうん、そうするとこれ回すとこの車輪はこっちに回って、この車輪はこっちに回って、そうですね、進まねえんだよでこれのやっぱり模型を考えた人もね、これ進まないですよっていう、このままだと両方とも内側に回るか両方とも外側に回るかで進みませんよと。だったら切り離すかギアをずらすかしないと進みませんよっていうことを言ってるんだよ。でもっと不思議なのは、だったら車輪直接回せばよくねその方が絶対エネルギー効率もいいんだよね。まず それにしたってさ、ゆっくりしか進まないだろうけれどもなんでここを一回直行させる必要があるんだっていう感じなんだけど、レオナルドね、水平垂直変換すごい好きなんだよ。山ほど考えてるんだよ。水平垂直に限らず、あの傘歯車って言って角度つけて回したりとか、要するに運動の方向を変えることにすごく興味があるんだよこの人。だからね、ついこの方がすごそうだと思ってやったらね、進まなくなっちゃったんだよねで、まあ、仮にこの模型とかはそうなってるんだけど、進むようにしたところでだね、敵の弾を跳ね返すようにここ鉄板とか結構な板張ったりしてるわけですよ。重いよ、大砲こんだけ積んでんだからそれをさ、この真ん中で人がこうやって回して進まんだろうっていう話なんですよ。でこれもまたほら、一回撃っちゃったとまたまあこれこう順番に弾込めしていけばいいのかもしれないけどさ、回してる人以外に一体何人乗んなきゃいけないんだって話じゃんどんどん重くなるじゃん。
だからもう最初から作られもしないわけですよ。ちなみにこれも戦車なんだよ。これもまたほらレオナルドの大好きな垂直水平変換やってて、今の車のギアと逆で、これはもう動力馬ですよ。こいつが回転すると垂直の回転がこいつが水平に変換してこれに伝えて、でこいつがまた向きを変換して歯がブン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 扇風機みたいにここで回る、で相手をなぎ倒しながら進む。ちなみに後ろでも こいつが回るみたいな。運動の方向転換で大好きなんだよ。でそれをするたびにエネルギーをロスするっていう発想が全くないんだよこの人。あとね、摩擦というものをほとんど考えない人なんだよねこの人ね。